ので、よろしくお願いします。うどん、うどん。マイク、入ってます。皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。ドラムの人です。ちょっとお願いがありましてですね、1曲目ちょっと手拍子をお願いしたい。1曲通して、2分ぐらいひたすらちょっと手を叩いていただきたい。疲れると思うんですけど叩いていただきたい。以上。それしかな。じゃあとりあえずいきますね。はい、曲と言いながらもただのドラムフレーズなので、そこは間違いなく。天下一とかの方じゃなくて、ブリアップの方でもなくて、マウニーフムフムって書いて、シンデレラとかの舞踏会的なね、そう、舞踏、という感じのテーマでやっているんですが、自分もそうですし、多分聞いて、これから聞いていただくつもりなんですが、多分よくわかんないと思います。以上。では最後なんで、もしかしたらちょっと手拍子もちょっとやっていただけると嬉しいななんて思ったり思わなかったり。やりましょう。お願いします。いただきます。
ございました。なぜ曲か、あ、ちょっとでもない、はい、ありがとうございました。じゃあ早速インタビューしてもいいですか。はい、はい、じゃあですね、バンド名の由来はまんまフードです。あ、今かぶしていたフードのフードです、ね、ただそれだけ。あ、食べ物ではなく、それはあの、それ F です。あー、なるほど。H ではない。違う。すいません、天然で。ですね、曲が1曲目、元気玉カッコって書いてありますけども、これも正式な名称です。もうなんか店長さんが命名したやつをそのまま使わせていただいて、はいはいはい、あ、片岡さんがドラゴンボール世代なので、どうしても決定にすると、はい、著作権とかまずいかな、ちょっとカッコ仮的なものをつけようかと。なるほど、でもカッコ仮にもなってるんですか。カッコだけです。カッコだけです。元気玉カッコ。で、2曲目と、ふとはやっぱりなんかこう、なんですかね、神社のリズムみたいな、タカタカっていうのが、なんとなくそのイメージ分かって、はい。すごいかっこいい、ドラムソロでしたね。すいません、ちょっと舞踏の方、昨日できたんですよね。あ、そうですか。最近の3時間ぐらいスタジオ入って、はい、完成しました。あ、ちょっとすっごい最初気になったんですけど、はい、なんかシンバルいっぱいあるじゃないですか、はい、とても家じゃ練習できないですよね。はい、じゃあスタジオだけで。スタジオだけですね。あ、こういう感じのセッティングにしたのはいつぐらいなんですか。完全にこうなったのは先月ぐらいです。はい、あ、そうなんです、ね、ここでちょうど練習した時にちょっとやってみようかなと思って、はい、あ、どんどん増えたんですか、それとももう一気にバッて増やしたんですか。どんどん増えました。あ、高校の時がカポニータアナキとこいつでやったんですけど、大学上がってからカポニータアナキとこの人に出して、あ、なるほどな。あ、なんで一人なのって飯岡くんが言ってるんですか。え、飯岡くんのせいです、ね、いや、だって、いや、元はといえば、このホットラインなんで出てるって話なんですけど、はい、いや、本当は横須賀で僕バンド組んでないってこともあって断ったんですよ。はい、ただ、じゃあ一人で出ればいいじゃん。かなりの無茶ぶりで、あそこでメガネの人がちょっとね、あ、調子に乗ったんですよ。あ、すいません、うちの飯岡さん、ごめんよ。あ、大丈夫か。まあ仕方なくで、無理やり曲を作って今に至ります。あ、そうなんです。え、じゃあ横須賀以外ではバンド活動されてるんですか。してるんですけど、今はサポートだけです。あ、そうなんですね。もったいないですね、こんな逸材が。そうですか。で、普段活動してるのは横浜。まあ、高校とかもそうだったんで。あ、そうなんですね。で、お家は横須賀。お家は横須賀です。そうです。あの、のびに住んでます。はい、あ、そうなんですね。いや、なんかよくお店に来ていただいてるのは見かけてるんですけど、割と普段なんかこうおとなしくて静かな、なんか人見知りかなみたいな感じの方が、ドラムを始めて演奏始まるとこんなに変わってしまうんだ、ちょっとびっくりしてます。すごい良かったんです。ありがとうございます。なんか一人で出ていただくっていうのは、さっきのね、高橋さんもそうですけど、結構ハードル高いんですよね。自分一人に全部責任がかかってきちゃうんでね。そんな中、はい、ああ、クラシックだ。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、そうですね、次の方、セッティングの方をお願いいたします。ありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとうございました。